じゃなくて事前市場、大盛況だったわね。あんなにもたくさんの人が来てくれるなんて思いませんでしたね。これで対策本部の印象は向上できたのでしょうか。確かに盛況でしたが。きっとできていると思うわ。何かあったら対策本部を頼ってくださいっていう広告も一緒に渡せたしね。ああ疲れた。列の整理とか材料の運搬、キリト君にはいろいろ手伝ってもらっちゃったね。お疲れ様。ああまさかあんなにたくさんの人が来てくれるだなんて思ってなかったな。私たちもお手伝いできてとっても楽しかったです。来てくれた人もみんな喜んでくれてたよね。このような場で菓子を作るなど初めてだった。新鮮な試みだったよ。お菓子食べられてよかったよね、ネル。洗い物はしんどかったけど、ゼルはほとんど食べてばかりで働いていなかったじゃないですか。こんな任務初めて。シェータさん、果物切るのものすごく早くてびっくりしましたよ。神業でした。果物は柔らかすぎてすぐ切れちゃうけど。こういった試みに参加するなんてアリスちゃん、なかなか変わったわね。ファナティオ殿の変化に比べれば私の変化などわずかなものです。あら、そうかしら。確かに坊やと出会って変わったのはアリスちゃんだけではないけどね。あ、そうだ、聞くところによると今回のお菓子は坊やが選んだのよね。ああ、俺がこの事前市場に出すためのお菓子の味見係になったんだ。いいわね、坊やに選んでもらえるなんて。呼んでくれれば私も参加したのに。あの時ファナティオ殿はご不在でしたし、お忙しそうでしたので。あのまたこういった機会を設けることはないのでしょうか。本当、定期的に開催したら面白そうですよね。美味しいお菓子が食べられるならまたやりたいな。今度は作る係がしたいです。そうね、また開催するとすれば今度は違うお菓子を作ってみてもいいと思わない？それは確かに、出すものが変わるというのも人々が喜んでくれるかもしれませんね。でしょ。今後のために今度は私たちでお菓子を作ってみない？それでまた坊やに味見してもらえばいいわ。坊やの舌はこの事前市場を成功に導いた舌だもの。いや、そんなご大層なものじゃないって。勝手に話進んでるけど俺が味見するのかよ。キリト、頑張って。楽しみだな。母よりいつか婿をもてなせるよう料理の心得を身につけろと言われ励んできたのだ。今こそがその腕を生かす時だろう。ソルティリーナ先輩、今こそって何ですか？あの私も参加したいです。先輩に食べてもらえるなら。明暗、それじゃあ私たちもやろっか。やりたいです、面白そうなので。ジェル、ところでしびれ薬は持っていますか？おい、一体何に使う気なんだ。どうせなら食べててドキドキするものの方がいいでしょ。そんなドキドキは求めてない。安心してください、キリトが食べる分以外には使えませんから。安心できない。私もやってみていいかしら。姉様もここにいるし、どうしても姉様に食べてほしいものがあるの。なあ、もちろんだよ、セルカ。それじゃあみんなで坊やの胃袋をつかみましょう。ファナティオ殿、目的が変わっているではないですか。キリトに食べさせるのが楽しみだ。なんだかわからないけど私もやるの？うん、一緒にやりましょうよ、シェータ様。
わかった。それでは私は失礼します。え、メディナ殿は参加されないんですか？悪いが、女子たちが総動員してキリトに菓子を食べさせるというこの奇妙な企画の意義が見出せないのでな。この企画の趣旨と前提自体を鋭く批判してきたわね。でも事前市場の運営には参加してくれたじゃないですか。対策本部のためなので当然だ。そうだよな、メディナはこういうの興味ないよな。引き止めないのか？いや、無理強いするのはおかしいだろ。第一、俺が望んでいるわけじゃ。あ、もしかしてメディナもやりたいの？そんなことは全く思っていない。みんな、メディナもやりたいって。やめてくれ、恥ずかしい。え、何が恥ずかしいの？屈辱だ。なぜ私がキリトのために菓子など作らねばならないのか。メディナ、こういった企画に参加することも大切だぞ。何より玉の息抜きになる。ソルティリーナ先輩がそうおっしゃるなら。やっぱりリーナ先輩の言うことなら聞くんだな。仕方がない。お前に菓子を作ってやるとするか。これは対策本部のためであり、お前のためではないからな。わかってるって。なんだか参加する人がどんどん増えていきますね。キリト君の味覚をみんなが信頼しているからかな。頼られているというか、遊ばれているというか。それじゃあ坊や、みんなできたみたいよ。お、ノア。まずは私のお菓子から食べてもらおうかしら。おお、果物が入ったケーキだな。いい匂いがしている。どう？ああ、美味しい。あ、もしかしてこの味、お酒が入っているのか？ええ、よく気づいたわね。これは果実酒を風味付けに使っているのよ。ああ、その風味も効いてて美味しいわ。なんだか大人の味だ。そうでしょ？大人の味を知ってもらうのもいいんじゃないかしら。大人の味か。確かに普段こういったケーキは食べないかもしれないな。あら坊や、食べかすが唇についているわ。え、なあ。ほら、取ってあげる。え、ちょっとダメです。食べかすを取るぐらいいいじゃない。唇に触れるのはちょっと。先ほどから気になっていましたが、酒入りの菓子だと子供は食べられないのではないでしょうか？大丈夫よ、これはれっきとした調理用。風味だけで加熱すれば酒精は飛ぶようになっているわ。へえ、なるほど。それなら大丈夫か。まあ坊やは一度思い切り酔わせてみたいところだけどね。大人の顔した坊やと話してみたいわ。その前にまずファナティオ殿が大人になってください。もう、私は坊やをからかっているだけなのに。からかっているだけならなおさらたちが悪いです。次は私です。ああ、ロニーも作ってくれたんだな。はい、これどうぞ。この匂い、もしかしてハチミツパイが。先輩と食べた思い出の味なので、羽地家庭のを真似して作ってみました。あの味には届かないかもしれませんが。うまい。さすがロニーだ。
羽地家庭に全然負けてない。むしろこんなうまい蜂蜜パイは初めてかもしれない。本当ですか？嬉しいです。うん、ロニエの成長を嬉しく思うぞ。やった、先輩がよく買ってきてくれた蜂蜜パイ大好きでした。なのでこれを作ったんです。蜂蜜パイを食べたら幸せな気持ちになります。だから他の人にも幸せを味わってほしくて。そうだな、俺もこの匂いを嗅いだら4人で一緒にいたことを思い出すよ。はい、私にとって何よりも大切な時間ですから。あ、ごめんなさい長々と。次ティーゼかな。それじゃあ私のも食べてください、キリト先輩。お、ティーゼのもパイか。なんか香ばしい匂いだな。中身は食べてからのお楽しみです。ああ、ああ、うまい。あ、もしかして中にトロトロした肉が入ってる？はい、これはお肉入りのパイです。今日事前市場に来た人を見ていると、普段は肉体労働をされている方が多くいらっしゃいました。お菓子もいいですけど、お肉は体の栄養になりますし、働いてる人の力になるものが作れたらいいなって思ったんです。なるほど、ティーゼは働いている人のことを考えてこれを作ったんだな。ええ、美味しいものを食べると心が豊かになって仕事を頑張れるんだってユージオ先輩から聞いたので。ユージオから？はい、ユージオ先輩は木こりをしている時、お仕事の休み時間に毎日硬くて冷たいパンを食べておられたと聞きました。その頃は食事をしても楽しくなくて、食べても元気が出ないし、いつも心が縮こまるみたいだったって。でもキリト先輩と出会ってからは先輩に付き合って一緒に美味しいものを食べるようになった。その時から体に力をつけるためにも栄養のある食事は大切だと分かったと言っておられたんです。美味しいものを誰かと一緒に食べたら力も湧くし心が豊かになるからって。ユージはそんなことを言っていたのか。はい、なので私はお菓子じゃないかもしれないですけどこれを作りました。なるほどな、ティーゼの思いやりが伝わってくるよ。私はこれよキリト。それから姉様、見てくれる？私もですか？ええ、これはパイ？ああ、よく俺が教会にいるとき作ってくれたパイか。そうよ、これを姉様にも食べてほしかったの。私がもらっても良いのですか、セルカ？もちろんよ、姉様に食べてほしかったんだから。これはね、母様が私たち姉妹に教えてくれたパイなのよ。姉様と一緒に作る練習をしたの、今も覚えてるわ。そうなのですか。この匂い、とても懐かしいです。何も覚えていないのに、なぜか心の中が温かくなる。あ、美味しいです、セルカ。とても優しく、懐かしい味です。よかった。これを作るたび、姉様のことを思い出していたの。不思議です。食べたことがないのに、まるで昔、誰かと草原に座って、食べたような心地がします。記憶はなくても、アリスは感覚でセルカのことを覚えてた。だから、そのパイも懐かしいのかもしれないぜ。今じゃ、セルカの方が料理上手だけどな。アリスが作ったあのケーキは、最初…お前、あのことをセルカに言うのは許しませんよ。もうキリト、姉様をあまり困らせちゃダメよ。キリト、私の作った菓子も食べてくれるか？はい、いただきます。それにしてもすごく綺麗なタルトですね。
バラの花みたいな形になっている。まずは食べてみてくれ。大事なのは味がどうかであるからな。あ、はい。あ、おいしい。果物の甘みとクリームの甘みが混ざり合って、とても繊細な味わいです。喜んでもらえてよかった。この菓子は我が家に代々伝わるものでな、セルルトの女は必ず自分の婿となる男にこの菓子を振る舞うのだ。婿？リーナさん、そんな貴重なお菓子を事前市場に出しちゃうなんてダメですよ。ああ、それもそうか。では事前市場に出すというのは危険させてもらおう。キリトには食べてもらえたことだし満足だ。お前が食べたいと言えばまたいつでも作ってやろう。リーナさん！あフフ。私はこれ。これは果物の飾り切り？すごいな、一つ一つ花の形になってる。あ、こっちは動物の形だ。すごい。これはリルの実という果物。外側はとても硬いけど実は甘くて柔らかい。切り出したら止まらなくてたくさん切っていた。それでこんなにもたくさん？なんか食べるのがもったいないな。でも食べないと天命がなくなる。確かに。じゃあいただきます。うん、うまいよシェーター。素材の味だけど。いや、それでもシェータが飾り切りに込めた思いが詰まってるからか美味しく感じるよ。うん、それならよかった。でもやっぱり果物は柔らかすぎる。本当はもっと硬いものを切りたい。あ、そうか。そんな硬い食材を見つけるのはちょっと難しそうだけどな。次は私たちね。はい、どうぞ召し上がれ。しびれ薬入ってないよな。そんなことするわけありません。疑うなんてひどいですね。そうだよ、傷ついちゃう。いや、さっきめちゃくちゃ入れる気だったじゃないか。まあ信じよう。仮に盛られたとしてもちょっと動けなくなるぐらいだし。カップケーキみたいなお菓子だ。一つ一つ色が違っている。なあ、二人とも。なんだかすごい色のお菓子が何個かあるんだけど、あの真っ青なやつとか緑とか。好きな色のを食べてください。ああ、それじゃあ、この一番普通な色のお菓子をもらおう。あ、だっ、すっぱ。何入ってるんだこれ。キリリの実ってやつだよ。売れても酸っぱいの。びっくりしました？当たり前だ。飲み込んでも口の中が酸っぱい。残念ね、キリト。他の色のを選んでおけば酸っぱくなかったのに。この一番無難な色のケーキに入れるのは悪意がありすぎるだろう。そういうものこそ怪しいと疑うべきなのでは？あの時は私たちの嘘を見抜いたのに、今は抜かりましたね。ロシアンケーキか。こんなことをするなんて、やっぱりこの二人は策士だ。二人はいたずらっ子だね。別の方向でドキドキさせてくるわ。最後はメディナちゃんだね。メディナ、なんだその手に持ってるでっかい円形のものは。召し上がれ。あ、すごい。キリトさんのお顔ぐらいある。こんな大きなパン作れるんですね。でも美味しそうね。いい匂いだし
これ何なの？これは発酵せずに焼くことのできるパンだ。工程が簡略化されているがゆえに野営の時などに役立つ。ほほう、それは便利だな。中には何が入っているんだ？野菜などの具です。野菜も一緒に加熱することができて栄養価を補給できるので一石二鳥ですよ。発酵なしでふわふわになるなんていいわね。私も一回作ってみようかな。料理上手なアスナにそう言ってもらえるなんて嬉しいよ。どうしたのですか、キリト。まるで元老長のような喋り方ですよ。いや、状況見たらわかるだろう。まったく、あんなに一気に口に詰め込まれると喋れないだろう。ああ、すまない。お前の一口は大きいものだと思い込んでいた。謝っているようで全然謝ってないよな。まあ、ともかくこれでみんなのを食べたかな、お兄ちゃん。発表の時間かしら。それじゃあ俺が次の事前市場で出したいと思ったお菓子は、セルカのパイかな。私嬉しいな。姉様に食べてもらえるだけでよかったけど、こうして選んでもらえるなんて。ああ、なんだか俺もあのパイを食べたら気持ちが温かくなった。素朴な味もいい感じだし、きっといろんな人に喜んでもらえると思うぞ。そうかしら。だったら嬉しいわ。それじゃあ次に事前市場を開催するときに作るものは決まったわね。今回も見応えのある戦いでした。キリトが味覚じゃない何かを試されている感じがあったわね。まあこれでともかく対策本部のイメージ、じゃなくて印象向上には成功したんじゃないか。そうですね。前より市民との距離も縮まったような気がします。あれ、シリカちゃんがいないわ。どこ行ったのかしら。さっきまでここにいたのに。あの、この子とお知り合いの方っていませんよね。なんだか外に立っていてここに用がありそうだったので。子供？迷子ですか？あ、君、この前の。こんにちは。こんにちは、可愛いお客さんね。どうしたの？お姉ちゃん。あ、私？この前はごめんなさい。お姉ちゃんが声をかけてくれたのに逃げ出したりして。いいよいいよ、大丈夫。今日の事前市場には来てくれた？うん、お菓子すっごく美味しかった。あのね、それでお姉ちゃんたちが怖い人じゃないって分かったから言おうと思って。どうしたんだよ。そんなにうつむいてちゃ声が聞こえないぜ。分かった。うわっ、急に私の影に隠れてどうしたの？暗黒騎士、やっぱりここにいたんだ。暗黒騎士？僕見たんだ。森でその暗黒騎士が真っ黒な剣で青い服着た男の人と戦ってるところ。剣がものすごく速く動いてた。あんな動きをできる人間なんていないよ。もしかして
俺が完全武装支配術の練習をユージオと一緒にやっていたのを見たのか。しかも黒ずくめの服を着ている。だから暗黒騎士と思ったと。うん、でもそのままにしちゃいけないって思って後を追っていったら、ここにたどり着いて暗黒騎士がこの天幕の中に入っていくのを見ちゃったんだ。でも怖くて言えなくて逃げちゃった。もしかして私が声かけた時逃げたのってその時？ああ、暗黒騎士が怖かったから。いや、俺は人間だぞ。暗黒騎士じゃない。そうだよ、お兄ちゃんは人間だよ。私はこの人の妹なんだよ。そうなの？確かにキリト君が戦っているところを初めて見たら早すぎて驚くかもしれないけど、暗黒騎士なんかじゃないわ。本当？安心してください、紛れもなく人間です。まあ人間離れした部分もありますが。よかった、暗黒騎士じゃないんだね。違うぞ。まさか俺のせいだったなんて。でも対策本部が怖がられてたわけじゃなくてよかったよ。こういった珍しい機会も設けて市民との関わりもできたことだしね。そうですよ、この催しで対策本部の印象が向上したことには変わりありません。何はともあれ先輩のおかげということですね。みんなからフォロー、いやかばってもらうと逆に傷つくよ。それだけお前の剣が常人離れしているということです。ただ市民に見られるような場所での修練は避けた方が良いのかもしれませんね。嬉しいような嬉しくないような複雑な気持ちだ。これからはキリト君の印象を向上させなくちゃいけないみたいだね。キリト、とりあえず白い服着る？着ない。